ほい、じゃあね、準備ができたんで、出発します。レッツゴできました。まあ休日ってことだったでね、有酸素がてら街をブラブラ歩いて、僕まあ福岡に住んでるんですよ。福岡のあの天神ってとこですね。はい、そこら辺に住んでます。僕のこの顔の長さなんですけど、アメフトのボールと全く一緒っす。だから晩ご飯ね、これがメインです。今日はブロッコリーと胸肉、めっちゃうまいですよ本当に。これだけで幸せです。この後は今日はジムに行きます。うん、行ってきます。いえ、帰ってきました。ガルビーイエス。今日は今から寝る前に明日の食事の準備、プロテイン、コクリーン、イエス、うまっ、青毛カイト。うまい。な感じでできたのがこんな弁当。ブロッコリー、アスパラと胸肉。はい、ってな感じで今日は寝ます。今日は代休取ったんでね、本当にゆっくりできて、明日からはあの平日のルーティンですね、会社もあるんで普通の日常に戻ります。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。朝のシャプリメント、シャプリメント、うっす。はい、今からはですね、パーソナルトレーニングのお客様にフィードバックです。僕がね、あの動画を撮影していつもフィードバックしてます。ゴールビーなぎらです。おはようございます。してもらってフィードバックしていきます。よろしくお願いします。おはようございます。朝なぎらでございます。今から朝ごはん、こちらブロッコリー、鶏むね肉、いつも通りやないかいと、いただきます。食べながら弊社代表を見てます。弊社代表ね、頑張ってますよね本当に。負けてらんねえ、俺も頑張る。はいはい、時間ギリギリ、遅くでいい、てなわけでいきます。レッツゴー。はい、仕事終わって帰ってきました。うん、しゃあ筋トレいきます。はいはい、サプリメント準備します。せーレッツゴー。筋トレ終わりました。妻です。もうちょ、妻です。なんで行ってきます。はい、妻とカフェ行ってきました。元気？はい、帰ってきました。もうね、妻が先に寝てるんでね、おとなしいテンションで行きます。今日もいい一日でした。おはようございます。はい、朝起きてジムで有酸素して帰ってきました。今から朝ごはん、胸肉ブロッコリーで、今日はスペシャルゲスト、糖質ゼロ麺、糖質ゼロ麺、いただきます。麺っすわ、めっちゃうまい、めっちゃうまい。おはようございます。はい、ゴールビーのなぎらです。フィードバックしていきます。よろしくお願いします。へい、今日も行ってきます。行ってきます。ダメだ。
はい、帰ってきました。はい、今日もサラリーマンしてきました。もう予約ができるの。今日は今からパーソナルトレーニング、お客様のパーソナルです。ありがたい、全力でいきます。まさか超ハッピー、今日もイエース。今日は糖質入れてやりました。糖質さつまいも、あっつもしかしたら使う、あ、やばい、やー、34キロを超えることができるの、超えることができるの、生きててよかった。おやすみなさい。おはようございます。はい、どうも。今日は日焼けの翌日でめっちゃむくんでます。なぎらです。はい、今日は木曜日でございます。お客さんね、めっちゃ頑張ってる。俺も頑張る。で、今日の朝ごはん、超素材そのまま、これでもうまいんだな、うまいんだな。はい、今日も元気いっぱいいっていきますよ。いや、はい、木曜日仕事終わって帰ってきました。筋トレ行こう、頑張ろう。今日もレッツゴー、行ってきますね。っていうことで行ってきます。ウェイ、トレーニング終わって帰ってきました。めっちゃうまい。帰ってスーパーに行って食材を調達してきました。今回の食材はこいつたち。私はベジタリアンになってしまったのか。これはめっちゃうまいから。いやー、マジで次の日のご飯の下ごしらえする時が一番腹減る。本当に一番腹減る。今日も一日頑張りました。おやすみなさい。おはようございます。おざっす。まあ、まずまずって感じ。はい、おはようございます。なぎらです。来ましたね、金曜日、平日最後。今日も頑張っていきましょう。はい、じゃあ昨日の内容フィードバックします。お願いします。はい、お客さんにフィードバック終わって朝ごはん、これ何楽しみます。今日も行ってきます、行ってきます。仕事から帰ってきました。金曜日終わった。しゃ。ジム行ってくるぜ。はい、ジム行って帰ってきました。今日は金曜日ということでね、1週間乗り切ったんで、この後ね、ツタヤのカフェでまあちょこっと勉強とかした後に映画借りて映画見ます。イエイ。トゥマも一緒に、イエイ。何見ようかな。はい、ただいまー、トゥタヤにトゥマと向かっております。レッツトゥタヤ。いい週間でした。おやすみなさい。